はい、シネマギークアネックスでございますけども、画面見たら分かる通り、そうめんマンこと森岡君に来てもらいましたいや、あのね、徳島県在住の製麺業 A です。いや、顔バレとくからね顔バレ、見バレしたらね こっちは、はい、あのイラストで隠しとんの。なるほどなるほど、はい、こっちはもう堂々と、ね、はい、言ってますけど、さあ今日はあの世間をにぎわしております燃えてるんですよ。燃えてるというか、これね、燃やさないかんもんって言っては、過激発言。まあそうなんですけどね、まあ思うんですけど、はいはい、ちょっと僕きっかけで燃えてるみたいに言われてるんですけど、すごい不本意ですよ。あの他でねツイートがあって、うん、やっぱり白滝製麺として町遊びに出店をここ数年してきて、うん、はい、で声優の方にも食していただいたということで、うんうん、一定のこの町遊びユーザーには知れ渡ってるわけですよ、白滝製麺がね、知名度ですよ ね、うん、はい、でゆえに、じゃあどうなるんだこの5月のゴールデンウィークはという気持ちがみんなふつふつと湧いてたところに、はい、上手に燃料が投下されたみたいな形で、僕でもね、他の、 あの、まあ、ツイートでね、うん、まあ、ポストですね、うん、で、あの、まあ、それなりのソースが出たんで、はい、まずその燃えた経緯として、うん、訳あって、うん、町遊びは絶滅しましたと。バカ燃えたんですよね。いや、あのぶっちゃけで言うとね、うん、年明けた段階で見えてなかったじゃないですか、まあ、はい、全く、はい、その時点で、うん、あーっていう気はしとった。もうでもその、まあ、前の選挙ね、うん、知事選挙ね、はいはい、まあ、あれが終わった時点で、まあ終わる予感はありますよね、はいはいはい、もうその多分町遊びで絡んできた人はおそらくそういう予感があって、うん、あとはどういう形で終わっていくかっていう、うん、もうそこだけの問題だったと思いますよ、はいはいはい、まあ選挙期間中からいろんな噂が聞こえてきてて、うんうん、自分がね、これ噂レベルです、うんうんうん、噂レベルですけども、聞こえてきたのはどうやらイオン徳島を中心部にするとあれもなんかね、僕が言うたみたいに言われるんですよ言ってないのに、うん、これ自分はね、森岡君でないんですよ、 X でないです、うんうん、別のところです、全く別のところから聞こえてきて、うんうん、で全く別のところから3人から聞いたんです、うんうん、だから出所は1人かもしれないけども、それをネタにする人が3人おるっていうことは、うんうん、ある一定の興味を持ってる人が一定数いるんだと、うんうんうん、これは分かっとったわけです、はい、でそれを聞いた瞬間にあれは徳島市の中心部でやってるから意味のなるイベントを、うん、なぜ会場を変えるという愚策を言うんだって思っとった、あれよあれよという間に、まあ、知事が変わったわけです、うんうん、でまあそういった部分も含めて今回は前置き長くなりましたけども、はい、町遊びの今後どうなるのかというと今起きていること、2月の28、9日現在のお話をしようと、はい、そうですね、もうまあ僕も実際そのすごい、まあ、タレコミレベルですけど、まあ、一応自分でも裏は取りますけど、はい、そこそこの情報は来てて、はいはいはい、もうかなり信憑性もある、うん、あとはもうデータが出てきたら、はい、もう突合できるっていうようなものもいっぱいあるんですけど、まあまあまあ、そういうね、この堅苦しい話はさておきっていうことで、そうですか、あのまずあの街、この動画をね見てる人はね、くわりくんは町遊び知ってると思います。あ、そうです、知ってると思うんだけども、うんうん、あえて町遊びとどんな流れでできたのかを説明しないといけない、はい、でこれ2009年の10月に第1回が開催されたというんですよ、うんうんうん、その前に1個ね、今ね、いかんことある、うん、徳島ってね、はい、アニメのイベントができる要素がね、実はこの時点であったんですよ。お、そうなんですね。これ何かというと、うん、ナルトであった、ナルトでナルト、うん、いわゆるジャンプで連載中だった忍者漫画ナルトをモチーフにナルト氏が誘致をして、で当時はアニメーションをスタジオピエロが作ってた、でピエロとまあうまいことナルトの商工会が頑張って協力をして、収益者の許可を得てナルトでやるとナルトをしたらもう大人気で、うんうん、ものすごい人が集まって、聞いたことありますね、他県から羨ましいっていう声が上がるが大成功して、うん、これが何回か続いたんだけども、うん、まあ大人の事情でこれなくなった、うんうんうん、これ後で大人の事情を言います、ものすごくバカバカしい理由、はい、あ、そうです。でも
集英社さんがむちゃくちゃ協力をしてくれて、だいぶ集英社引っ張ってくるの相当大変ですよ。まあこれは多分ピエロさんがだいぶご助力いただいたんだけども、集英社がだいぶ協力してくれて、ナルトの関係者がコスプレしたのをジャンプに乗せるというすごいバックアップをしてくれて、ナルトでナルトは大爆発的に人気がした。でナルトのコミックスにもザブザとの話の後にこの橋はこう言われたナルト大橋みたいなのがあったんで、まあこれはこれでアニメというものに対して寛容な部分はもともとあったと。はい。でそこに2009年の10月に待ち合わせが起きたんだけども、なぜこれができたのかというと、まあ、UFO テーブルの近藤社長が、まあ、徳島を盛り上げるために阿波踊りのポスターにアニメのキャラクターを使いまへんかと。で当時使ったのが空の教会、まあ、通称盗まれるやつですよね、まあ、そうそう盗まれる事件が起きたりして、ね、いっぱい、まあ、通称ラッキュラッキュ言ってたんですけども、はい、まあ、あの出たで2年目は空の教会と東方プロジェクトで、3年目がフェイトのゼロ、その他もろもろ、4年目はテイルズが入ったりとかしたということで、うん、はい、まあ、UFO テーブルが関わったアニメーションもしくはゲームのアニメーションを、まあ、モチーフにしたポスターできたよと。で、これ1回目は結構 NPO 法人とかも絡んで頑張ってた。で2回目以降は実行委員会ができたと、はい、でこれが徳島県の観光政策課内にできたということで、うん、徳島県が積極的にこれサブカル、いわゆるクールジャパンがどうのこうのというところもあって、うん、徳島県が積極的にやってきた、うんうん、で第1回目のすごいところは第1回目ながら1万人が来たと。すごいですよね、うん、でこれが2020年段階では8万人以上来たと。すごい、本当ね、1回目からあれですよ、そう、半田そうめんの剣町の人口を超えてますからねで結果的に15億、うん、近い、結果的に15億近い効果があるんじゃないかと言われ、うん、あの数字が出てきたのがここ数日で、みんなにも知れるようになったというところ。で待ち遊びの成功自体は UFO の近藤社長の手腕、うん、一部剛腕、そうですね、そうですね、あるので、まあ近藤社長を悪く言う人もかなりいます。まあぶっちゃけ分かりますよ、分かりますよ、うん、まあ、って話したら、ぶっちゃけです、はい、ただそこは別で考えていけない、うんうんうん、近藤光という、まあ、後々出るの脱税した人っていう部分と、うん、町遊びっていう部分に関しては切り離して考えるということを前提にするけども、まず近藤社長の剛腕っぷりで傷ついた、心が傷ついた人もおる、でも近藤社長の剛腕っぷりで喜んだ人もおる、うん、そういうところはあるけども、町遊びという単体で言うとかなりの手腕を発揮してくれた、うん、はい、これは言っておかないと、はい、で彼自身は結局脱税事件で捕まって、うん、で今現段階まで執行猶予中という状況です、はい、でこれは東京 の国税庁が動いたということで全国ニュースにもなったんだけども、うん、はい、でも町遊びはなくならなかった、はい、これなぜかというとマウスさんという最初から協力をしてくれている音響会社さんが、うんうん、いやこれをなくすのはどうにもならんでしょ、やるよということでやってくれたわけですよね、うんうんうん、はい、でその後も、去年の秋までは継続してできることができましたよ、うんうん、はい、近藤社長 元実行委員長会長か、うん、近藤さんが関わらなくなったことによって町遊びの色合いは UFO テーブル色が強かったものが、うん、だいぶ中和されていったんですね、はい、ここ1年2年っていうのは、うんうんうん、というところで非常にアニメのイベントとして裾野が広がりやすい雰囲気になってきて、うんうん、じゃあ令和になりました、こっからどう裾野を広げていったらもっと面白くなるのかなと思ってた矢先にやめますっていうことですから、ぶった切りましたね。もうね、あの近藤社長の色が強い時は、うん、自分は賛成万歳ではなかったんです、うんうんうん、いや好きな人集まるんだからいいんじゃないの、うんうんうん、でもあの人のやり方自体はちょっと問題あるよねっていうところ、うんうんうん、でも脱税事件が起きました、うん、いや続けてくれるなんたらいいんじゃないのっていう立場です、うん、はいはい、っていうところも含めて今回いきなりああいう発表があった、まあ前々か噂はあったけども、はいはい、聞いてどうだったかっていうところです。まずはもうでも、うん、あのまあさっきも言いましたけどイオンの話とか、うん、まあその選挙の時に、うん、商店街でディズニー呼んでくるけんなとか、うん、言ったっていう話はまあね、俺も聞いた、聞いたでしょ、聞いた、あの聞いた瞬間に、ね、ディズニーはディズニーランドとシーに行くから価値があるそうそうそう、であの
ディズニーオンアイスとか、うんうん、ディズニーコンサートまだ、うん、ならまだ100歩譲って分かるけどっていう感じですね。うん、うん、そうなんですよね。で、まあ、結局、まあ、そういうのがあって、まあ、絶対壊されることは分かってたにしろですよ、うん、まあ、この流れでズバッとぶち切るとは思ってなかったんですけど、うん、まあ、例えばその、あの色を薄れさせつつ、うん、まあ、独自の色を出して、うんうんうん、まあ、徐々にこうフェードアウトというか、はいはい、今のそのアニメとは違うもんになっていくんだろうなっていう感じはしてましたけど、もうズバッと切ったじゃないですか、はいはいはい、あれは正直ちょっとびっくりですよ ね。でそこ今回ここまで燃え上がるというか ね、世界、あの世間的に全国の話題になる前にあったんがプチ遊びです。そうですそうです。それを僕がもうかなり問題に、ね、そうで、あのそもそも町遊び、そもそもの町遊びって、うん、民主導ですよ、はい、極端な話 UFO テーブルの手弁当で始まったようなもんです、うん、あとポッポガイさんとか、そうですね、あの辺の協力もあってこう企画が出来上がっていった、うん、いわゆる民間主導でやったものですね、もともと ね。でそこに県がやかった面白そうやけん協力するわというので膨らんでいった、 その流れでできたのがプチ遊び、はい、でプチ遊びも去年一昨年は、うん、結構声優さん呼んだりとか、そうなんですよ、アニメの延長感が非常に手作り感があって、うん、まあ、ただ本当にファミリー、今年もやりましたけどトーマスとかね当然ありましたよ、うん、でいいゲームとかも、うん、まあ、そっち主体でやりつつ、うん、まあ、それこそあの鬼滅ね、うん、UFO さんの鬼滅のアニメの前情報とか、はいはい、まあ、声優さんがこっそり、うん、こっそりじゃないな、まあ、しっかり来て、うん、いろんなファンとファン、はいはい、ファンミーティングみたいな、こんな近くでみたいな、はいはい、まあ、催しもやってたんで、うん、本当になんかすごいわちゃわちゃ感があるいいイベントだったんですよ、うん、まあね、ですからこのプチ遊びが非常にあれなんですけど、うん、非常に懐疑的になってしまったんですね、うん、話を聞けば聞くほど、そうなんですよ。でなぜ懐疑的になったのかっていうと、うん、これまとめてこれ画面にもちょこちょこ出とんですけど、公募に参加したのが1社、そうなんですよ。これがねもう本当にありえない、うん、まあ、まずそのなんていうんですか、まあ、これはもうねまだちょっと表に出てないですけど、うん、今まではだいたい200万円台でやってましたと、うん、はい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 、で今回プロポのあのプロポーザル方式に変えますっていう結果が出て、その金額上限870万ついてます、はいはいはい、だからもう3倍以上ですよね、まあ、700万節800万節あって、うん、結局はこういうことになったんですけども、はい、でこれプロポーザルということで普通はだいたい40日も起きるんですね、うんうん、いわゆるこういうことするよっていうのを発表して締め切るよっていう日までだいたい40日も起きるんだけども、はい、今回非常に短かったと。なん企画でする時間ないじゃないですか。だから1月16日から10日ぐらいですよ。そう、26の10日間で、ね、これ調べたらね、あれです、そういうプロポーザルのサイトがあるんですね、うんうん、まあ、ここの県でこういうプロポーザル募集しますよと、はい、あの県あるんだけども、うん、そのサイトを見ると1月の17日登録なんですよ。あ、なるほど。ということは16日に公開されたって、まあ、裏付けではないですけども、うん、非常にリアリティのある数字だと、はい、で、予算が非常に倍増したということ、うん、で2月の12日に開催した、はい、いやアスティって空いてんのって思ったら、ね、意外とね、ね、日曜日ね第2週とか空いとったりはしたんですよ。今日調べたらね3月4月あ4月5月調べたら2週目が空いてたりしたんで、まあこれはほうかもしれんけど、いつ予約したんだろうという疑問もあると、うん、そうですね。で、にぎわい作り課長がどうやらなんか万博の推進課からなんか人事異動で来た人らしい。そうなんですよ、令和5年度の、うん、人事ですよね、はい、6月1日付の人事で、はい、万博推進課からにぎわい作り課に移動して、うんうん、にぎわい作り課のその職員さん、もともとた職員さんもほぼ刷新されてまして、はいはいはい、1人だけですね残ってるの。去年の、6月に人事とかあった時に、うん、1人しか残らん、経験値ある人が1人しか残らんかった。そうそうなんですよ。でけんその人もちょっとユダ扱いですよ。いや多分ねそういうのってやる気ないだろうって思うよね。まあ徹底的に変えたいっていう意図はあるんでしょうけど、まあ前の知事の色を残したくないっていう、これ別の話でね、うん、別これ明確に言えんのやけど、はい、別のね、企画があるんですけど、別の企画でも、うん、いきなりはいこれ中止、はいこれ廃止っていうのをね
関係してるところでもろ聞いたんですよ。すごい、マジっすかっていうぐらい民主党みたいですねもうね、まあ、今ないけどね、うん、若い人は知らんだろうけどね、まあはい、うん、だけどちょっとね前の知事の色合い消したいからにしてもちょっとひどすぎんかっていうのが個人的な感想、うん、そうですね、うん、でまあ今回、まあ、今回このプチ遊びが出る話題になったんだけど、うん、そこに出るまでの流れが先に出たのが町遊びの実行委員長が暴力事件したぞとあれね、僕電話かかってきたんですよ、うん、あの実行委員長のね、はい、さんから、うん、あの言ったか、まあいいや、まあまあ、かかってきたねあ森岡君ごめんよ、私明日新聞載るけみたいなはいはいはい、もうアホなおばちゃんと笑うてよえ言いながら、うんうん、もうでもな、もう私も我慢してもう去年からその町遊び終わってからずっと協議申し込んでも全然もうほんまにあそこの課長も全然その全然話聞いてくれんで、年末もずっと私県庁行ったんだよってでも全然話聞いてくれんで、はいはい、もうほんでまたこうプチ遊びの時にほんなら行くわなって言うといたら、うんうん、対応がひどうてな、私我慢できんかったんよって、はいはい、まあ暴力は絶対よ、まあまあそうですね、それ大前提としても、そうそう、ね、話をきちんと刻んで聞くと、去年の町遊び秋で終わった時点で、はい、この春の会議、いわゆる春に向けてどうしましょうかっていう話し合いをしましょうというのを、うんうん、その方はずっと言ってた、まあ、それじゃないと春の開催がまあそもそも難しいですからね。でも無視されてたわけでしょ、そうです、ものすごい端的に言うと、はいはい、でプチ遊びがある、うん、だプチ遊びに関係者やから関係者用のパスを用意しておいてくれというふうに言った、うんうん、でもプチ遊びは入場無料だからっていう理由でパスを用意してなかった、うん、そうですね、でもパスがなかったら誰がスタッフで誰が関係者か分からんやんっていうところも含めて、まあ非常にないがしろにされたところが怒り発展してちょっと暴力事件になったと。平手打ちビンタですよ。あのね、まあ、暴力はいかんけども、ただねちょっと話するに時間くれ言ってね無視し続けるも問題ねえ、本当なんかあれですよ、僕もあの中心蔵を思い出しましたよねあの電柱、はい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 、ね、松の廊下ですよ、うん、ほんまに朝の匠の神の、うん、キラコーズの助けて ねもうないがしろにされ て, されて、まあ、こういうもうね絵が浮かびましたもん、まあ、あれはあの三国志演技と一緒で実際のところよう分からん、そうですね、そうですね、まあ、でもでその後の翌日ですよ、春の開催休止発表しました、そうですね、はい、で大混乱になりました、ネット上がもうね、そうそうそうなんですよ、うん、あのまあその要はその中心になるっていうのを、うんうん、まあ、飛ばし記事が出たじゃないですか、うん、出た出た、でまあその飛ばし記事の根拠っていうのが、あ県庁1回2月9日ですね、うん、県庁で行われた会議ですね、うん、でそこの会議でまあ要は春はもうやりません、はいはいはい、秋はやりますけど町遊びって名前つけるかどうかも分かりませんっていう話が出ました、うんうんうん、はいはい、出てもう本なんもう町遊びじゃないじゃないですか、もうそれでそれで僕が絶滅しましたって言ったら燃えて、うんうん、あいつが火元みたいになってますけどもうそういうこう裏付けがあって言ったんですけど、まあ、ちなみにプチ遊びは訳あって絶滅しましたというイベントだったんです、そう、そうなんです、あれもあの持ち回りです、ね、そう、あの関西テレビのね、はい、持ち回り企画ですよ、そうそうそう、でその後なんか県が発表しましたよね、そうです、これからはプロポーザルでやって公平性を保つよって、うん、透明性公平性公平性透明性保つよって言ったけど、まあ今までね、うん、10年超えてやってきて、うん、何の連絡もなしにいきなり公平性だ、うん、透明性だプロポーザルだってということは、うんうん、1年前に言っとったんやと思ったんです、そうですね、普通はね、うんうん、普通は1年後からこうしますよ、うん、もしくは来年度もしくは来々年度からそうしますよっていう方向性を言って、そういうののためにこういうふうなご理解くださいっていう、うん、いわゆる猶予時間を、うんうんうん、あの出すのが普通です、ね、インボイスとかもそうですもんね、インボイス5年以上前から言ってたけど、ね、みんな慌てましたけどね、はい、だけど普通はそうですよ、なのにそれがなかったっていうこともあって、うん、もう大炎上しました。だその後知事が言いました、あの相葉浜とか行かすから民間庁でやってくれ頑張ったらできるでしょと、違う、ふざけるなと、まあ、違う、もう本当にね、モクリン君怒ってましたよストーンフェア、ストーンフェアもうレベルで怒ってましたよ、モクリン君。いやあのね、
スケジュール考えたらね、うん、ゴールデンウィークにストーンフェア、まあ、やってますよ、ね、終わりぐらいやってますよね、やってますから、それを勝手に言うもすごいなっていうのと、いやイベントってね半年前に準備始めて、遅くとも、うん、半年前に準備始めて3ヶ月前には告知が、うん、民間の小規模なイベントでそうですよ、うんうんうん、街遊びクラスになると1年前に抑えて1年前から準備して企画始めて、うん、半年前にようやく企画は練り込めてっていう状況ですよ、うんうんうん、そういうあれだけの規模のイベントをするにはどれだけの労力があるのかを、うんうん、お前は分かってないのかと。多分ねやったことないんですよ、そういうあの、はいはい、なんていうんですか、給食係みたいなこと、はいはいはい、そういう準備ね、うん、することを多分やったことがないと思うんですよね、うんうん、で多分、ま、すごい簡単に考えたんやと思います。で、その後ふざけんなって炎上、大炎上しました、あちこちでね。もうねあれもとっさに僕が書いてしまったんであれですけど、まあほらね、まあね後悔はしてますよ、あんだけ燃えたらねまあでもね個人的に思いました、イベント舐めるな。まあね、あれはもう本当にその炎上の炎じゃなくてこう、ね、同情と賛同の炎と個人的にはね思ってますよ。でも日本全国の、ね、イベンターの人が、ね、怒ったと思います、うん、1万人規模のイベント以上をしたことある人が、うんうん、いや常識的に考えて無理やからって、うん、そうですよね、うん、で次の日ですよ、やっぱり街遊びしますわっていう、すごいですよねそうしますってまだ実行委員話もしてない、してないっていう。だからこのトップの軽々しい発言でどれだけの人が振り回されてんねんっていう。まあね本当に軽いですね、発言に責任感がないんですよ、ニコニコしていますもんねもうね腹立つわイケメンまあでもねこれまであの人がね話題になったのってね、女性問題2回、そうなんですよね、一番大きく話題になったレベルで、東日本大震災の時ですよ、そうあれ真っ最中の時にあのホステスの腰に手回して写真撮られてましたよ、ね、うん、そうだから脇が甘いというか、ちょっと世間に目が向いてなさすぎというか、ハニトラに弱いんですかね、まあ、そういう議員は自民党多いですけど、うん、だとしてもちょっと脇が甘すぎるぞっていうぐらい、あの方については、うん、実績っていうものに対してすぐ浮かぶものがなくてですね、調べたらいろいろやってました、やってたけども、うんうん、多分今回で全部個人的にはご破産です。いわゆる知事として何をやったのかっていう価値は、うん、この1年、この1年です、はいはいはい、1年何かやってきて頑張ろうとしたけども、今回の件で個人的にはあーそういう人ね、はいはいっていう印象になるのは仕方ないと思う。うん、まあね、お金生み出してないですもんね今のとこ。だからこの生み出すためにこの前も海外視察行ってね、そうですね、まあ、視察行った時のメンバーはちょっとどうなのっていう人もいらっしゃったんですけどまあそれはこれ絶対 P が入るんで言わないですけど、まあまあ誰かつつくでしょう、つつ、ね、うん、いた方がいいと思うんですよね、はい、っていう話もあるし、うん、まあこの中国路線っていうのもまあまあ分からんでも話あるし、で一点ね、うん、県が言った話で一つ理解できるのはこの、全県下に影響が出るものにしたいっていう希望はよくわかるんです、うん、これは徳島県知事、はい、徳島県全体を預かるものとして少しでも県全体に広げたいっていう気持ちはよくわかるし、うんうん、言ってることは正解なんだけども、はいはいはい、アニメのイベントというものはまずコア層とかリピートしか来てないのを改めるために県下に広げて一般族取り込みたいっていう時点で全県下まではいいんだけども、アニメのこと分かってないだろうと。ねえ、あそこでやるからあの密度でやるのに意味があるっていうのをちょっともうちょっとちょっとね分かってほしかったのと、やっぱりそのね平行型でなんかね、うんうん、したらその効果を倍増させるようなね、今のは今ので残しつつもっと効果的に周りから集客できるとか取り込めるような、まあ、ファミリー向けなものも一部そのいろんな場所でとか、それこそ今の街遊びにアスティを加えてで、まあ、そっちの方は子ども向けでやってますみたいなのは良かったと思うんですけど、ね、そうだからね、この街遊びの第2回の時にね、うん、週刊少年ジャンプのブースができたんですよ、うん、
あのトリコというね、はい、まあ、島袋くんが書いて、うん、まあ、島袋くん自体ちょっと問題起こしましたけどあのオリジナルアニメを上映するっていうの、うん、これを UFO さんが受注して、はい、UFO が作ったから集英社のブースが町遊びにできた、うん、という時にあの時の人の密度の親子連れ感、うんうん、いわゆる週刊ジャンプを読んでた大人の世代、いわゆる北斗の拳とか筋肉マンとかを読んでて、うん、はいはい、楽しんだ人のが親子で町遊びに来る、うんうん、でそれってある種町遊びというアニメイベントの究極の形だと思ったんですね、うん、まあ、そうですね。ただ3回目以降は UFO さんと集英社が絡みがなくなったんで、ジャンプブースはちょっとその後なくなっていったと、うん、でその後まあ UFO 色が強くなって、まあ、UFO 色が弱くなってきたからこそ、これから一番いい、うん、成熟するかもしれないイベント、究極の町おこしとして成り立とうとしてた矢先に今回中止ですから、だいぶ残念だ。まあな、ね、そのフェイトとかからの教会って、うん、まあ言ったら一部マニア向けの、一部どころかまあね、自分からするとね、ま、18禁ゲームや、まあ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 元はそう、そうですけど、でもこれが一般向けに変わって面白くなったわけですよ。そう、まあ、そこへまあ、怖そうが来てて、今でこそそのね鬼滅っていうすごい大タイトルがね来て、その広がっては来てますけど、街遊びのそのまあ僕がそうめん売り始めて、あの見てきた中では、やっぱりそのまあアニメの関係者、当然こういう大きいプロダクション的なそういう制作会社的なアニメも入ってきてたんですけど、それ以外にほんまになんかすごいライト層のこうまあファンと演者の間ぐらいの感じの人もいっぱい来てて、そういう人らがブースを広げつつあったんですよね、うんうん、ですごい見てて楽しかったんですよね、うん、だから非常にこのコアな人のリピート率が多すぎるからやめたい、うん、まあ、ストレートの人はやめたいっていう県の発言を聞いた瞬間に、はい、あ、街遊びの本質分かってないんやな、うんうん、と思った、はい、だって怖そうをまず取り込んで、うん、がっつり沼にはめて、うん、そこから徐々に幅を広げていくのが本来のね。そう、全然あの DVD4 万とかで買うそうですからね、ボックスでね、へっちゃらで、うん、へっちゃらで、あの人たち、我々がメタルビルドのニューガンダムがっつり買うぜみたいな、まあ、いやーこれの完成度なら買うよみたいなちょっと控えた方がでもそういう人の集まりですから。そうなんですよ。だから経済効果が10億を超えてきたわけじゃないですか、うん、その本当に4万の DVD ボックスを買える人ってまあ一部じゃないですか、まあ一部です、まあ、その人らがこう全国から集結して同じ趣味を持った人がそこでやっぱりこう同窓会をして晩はねお酒飲みに行ってもう二日酔いで次の町遊び来るわけですよ。そのなんていうんですか、まあ、そこを忘れたらもうだってね困るじゃないですか。だから経済効果がね10億超える、うん、ただそれをねいろんな人が当てにしとったわけですよ。当てにするって言ってもあれもう当てにしますよ、期待しとったわけですよ、うん、それがこの2月になってなくなるっていう、うん、いろんな方々の経済波及というか経済的な影響、うんうん、すごいもんやろっていう、すごいと思いますよ。まあそのもうぶっちゃけて言うと、まあ、うちのあれですけどそうめんね、うん、2日、まあ今昔は3日で今2日じゃないですか、うんうんうん、あの2日で1500杯ぐらい売れるんですよ。あの売り頭で弾いたら額が見えてくるで、そうですね、まあ、ね1杯700円ノベルティ付きですよでもノベルティが結構、ね、ノベルティが結構ね、そうまあまあまあ、これがね、そう、まあ、お金はかかるし許諾もあるし、うん、まあまあこれはええんですけど、うん、でほんまにその飲食出店で出すうちぐらいのそうめん屋でもそれぐらいの経済効果があるんですよね、うんうんうん、もうほら居酒屋さんとか、まあ、それこそほんなホテルなんかもう満杯じゃないですか、うん、民宿とかもいっぱいでしょ。なんかアランまでそうそうそうあのビジネスホテルをそうあのずらさないと取れないって話、ラブホテルに男同士で泊まってるとかね、まあ、だからこの頃ねラブホテルがあの一般宿泊可能なプラン作ったりしてますね、女子会プランとかね、そう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 あるじゃないですか、うん、いやもうでもこのホテル当てにしてる人、これはまあゴールデンウィークなんでそこそこはまた今から埋まってくるとは思うんですけど、これはもうね里帰りの人らですよ、遊びに来る人ではないと思います。そうやね、うん、もう一つね忘れていかんのがあるんですよ、献血。ああすごいですよね、オタクの血の力というか献血が
5時間待ちとか ね3時間待ちがザラだ。クリアファイル欲しいでしょ。そう、ね、まあ、プレゼント、いわゆるクリアファイルが欲しいとかもいうこの欲求もあるけども、まあね、ボランティアで血が集まることの大切さ、まあね、で血液って長期保存できんし、うん、あと血小板の成分献血なんかは、うん、成分献血取った後ね、確かね3日とかしか保存できないんですよね、うん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 、となったらその期間だけでも献血ストックがまあ潤沢にあるとは言えないけども日常少ないんで、うんうん、でもあれだけの人が献血するっていうのは赤十字の人からするとも非常にありがたかったんじゃないのかなと、ね、血がね、うん、本当に集まってたと思いますよ。そうだってアミコの献血ルーム行って自分が2時間半待ちって言われたんですよ。すごいですね。待ち遊びのことスポンと抜け取って、うんうんうん、仕事だったんですよ、はいはい、で仕事があったんやけどもスポンと抜け予定表見たら、うん、あの献血の〇〇社長所長から連絡が来とメモ書きがあって、あそうじゃ献血来てくれって言われとったなって思ってスコーンと忘れとって行ったら待ち遊びの当日で献血行ったら90分待ち180分待ちです言われてなんじゃこりゃーみたいなのは覚えとんですよ。いやもうだからああいう人たちをこう馬鹿んできないですよね、うんうん、徳島であんな血が集まるなんて血が集まる、ね、そうそうそれこそ阿波踊りの時は絶対献血とかないじゃないですか。酔っ払いも多いし、ね、そうですね、アルコールが入ってますからね血にだからそういうところを考えて総括的に考えて、うん、やめるならやめるで猶予を持たすやめ方ってあったはずなのにそれがない。そう、綺麗な軟着陸をね、あの本当やろうと思ったらできたと思うというか、うん、まあやるべきだったと思うんですよ、うんうんうん、それがそのなんていうんですか、ぶった切りじゃないですか、うんうん、もう関係者それはもうその知事の命令なんか、うん、それともその課の不手際なんか分からんけど、うん、その実行委員会っていうものがありながら、うんうん、そこをないがしろにして、まあ、要は本当修復不可能な感じにね、まあ、今からやりますと言って手挙げるところがどんだけ頑張ったとしても、うん、何かしらの不満は残りますよ。いやだって今まで来てくれた制作会社さんとか、うん、プロダクションとか一切なしのとこでしょ、うん、で、まあ、例えば一からそこの制作会社あのプロポ落札したとこをお願いしたら、うん、もういきなり奥の話じゃないですか。そうそうそう、こんな8000万とかでできんじゃないですか。だからからくり的に言うとね、前は実行委員会が例えば予算ポンと当たった予算を、うん、これを使い切れたわけですよ。そうですね。でもプロポーザルということは利益出さないかんから、うん、例えば仮にですけどじゃあ1億ポンと用意しましたってなっても1億のうちマージンというものを取るわけですね。2割ぐらいね、まあ、2割から2割5分、うん、まあ、どこぞの某社は4割取ってるいう噂もありますけど、すごいですね、そうめんのおろしみたいです ねそれ言っていいの、もうすごい苦しいです、うん、まあ、どこの代理店とは言わないけども、はい、そういう噂もある、はい、でもということは少なくとも2割、うん、どんなにいやうち利少なくていいですって言っても1割5分は取ってると思うんです、うん、って考えたら1億でも8500万しか使えないわけですよ。そうですね。っていうことを考えてるプロポーザルと言ってるのかどうかっていうのと、うん、あとこの時期にやるやらないを発表することによってどれだけ多くの人が困るんだっていういやもう困ってると思いますよ。困ってるというか、まあ県が困ってると思いますけどね。あの一声でね、はい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 、バタバタしてるじゃないですか。川の人やらんって言うと急にやるって言い出したぞみたいな話になっとうはずなんで、あの実務する人が一番大変っていう。だからあの間違ってはいけないのは県の全体が悪いわけではなくて、あ、まあまあまあそうですね、一部の目論見の計算ができてなかった人が悪いわけであって、準備をねしましょうと。そう、準備ですよ。ほんまに学校行くのも時間割はちゃんとしときましょうって、それですよ。だってあのランドセル買うも今1年前に買わない感じだよ、うん、そうですよねっていう極論ね。そうなんですよ、まあ、ちょっとベクトルが違うけども、はい、ただあの知事の言い分としては一つね、あの、まあ、町遊びに興味ない人からすると納得しかける部分が、うん、阿波踊りに1000万しか使ってないんだと、うん、町遊びには8000万使ってたんだって言うんだけども、はい、よくよく調べたら
阿波踊りって徳島市がいっぱいお金出してる。そうそう、まあ、だって市の主催やし、まあ、他の市とかね、うん、あの町村でやってるもんなんで、うんうんうん、その町独自の、ね、お金がいってるはずですね。で、あと阿波踊りはネーミングライツがあるんでお金を取ってますからね。そう、結構取ってるし、あと看板その他でまあ広告費を入ってるっていう。そう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 。いや、町遊び実質ほぼ全部無料。毛色が違いますよね、うん、そのお金を儲けるためのイベントじゃなくて、うん、来てもらうことによって、まあ、その予算をかけた以上に地域にお金を落としましょうっていう趣旨の方が大きいですよね、うんうん、だから比べるのがそもそも間違いだけども、うん、それをさらっと言っちゃう知事さんどうなのっていうのところ。あと阿波踊りもこれ、5年前、うん、6年前かも、はい、アイラに乗ってましたけども、うん、集客120万って言ってると実際は20万人ですよとか。まあね、延べ30万か、ね、で4日間で経済効果は15億とか16億ですよって、いや街遊びと変わらんやんっていうところ、うん、考えたらコスパとかその他諸々と1950年代に始まって PR をし続けてきた阿波踊りと、うん、できてまたたかだか10年の街遊びを、うん、簡単に比べるのもどうなのっていうのを個人的に感じたところ、まあ、別のイベントですよね、まあ、あと、うん、その、まあ、知事が8000万かかってるって言って、うん、言ってますけど、うん、8000万でよくそのミスリードでこう8000万かかってます、うん、経済効果は7億5000万でした、うん、みたいなことを言うんですけど、うん、1回その、ね、8000万で2回分ですからね。そうプラス国の補助金含めて半分補助出てますから、ね、出てから、でそれが今まできちんと文化庁から出てました、ね、いただいてたと、うん、どうやら今回観光庁に申請して失敗したという話が、どんなこれ作文、まあ、ずっともらえてたから文化庁は多分今年もしね、うん、申請してたら通ってたと思うんですよ、うんうん、まあ、観光庁にする意味ですよ。万博、まあね、万博の匂いがしますね、まあ、プンプンしますけども、だからこの外国人を徳島のアニメの聖地として外国人を呼び込みたいっていうのは百歩譲って分かるんです、うん、これは万博投資ひたを握れたのも分かる、うん、なぜかというと淡路島に二次元があるから、あで、ね、そこを経由地として徳島まで来てほしいっていうのは分かるので、うんうん、そこは百歩譲って分かるんだけども、はい、じゃあ迎え入れるための日常的なアニメイベントがまずあるのかっていうとないんですよ、うんうん、ただ町遊びに特化しないといけない、うん、そうですね、いかに現状の町遊びを継続をしてその時に集客を集中させるかっていう方向に考えないといけないのに、うん、なぜ、うん、どうしてという疑問しかないのが今回の個人的な見解。町遊びはね、万博と、まあ、絡めたい意図は分かりますけど、そもそもちょっとこう色味が違いますよね。そうだからフランスとか、この前もねベトナムとかでアニメフェスをして日本からアーティストがいっぱい行っとんですよね、うん、で去年なんかだとフランスにも行ってるし、はい、だからそういう部分でいうとクールジャパン構想っていうところで、うん、脈々と日本の一つの文化カルチャーとしてアニメっていうのは全世界発信をしてるんで、はい、そこを結びつけるのは俺正解だとは思うんですよ、うん、結びつけるのは、はいはい、ただ結びつける前に元を壊してどうするんですか。そうですね、あの鬼滅なんかは今もう世界に売り込んでるのに、今世界164カ国だったかな、 でもその関係をぶった切るわけじゃないですか、うん、もうそんな本末転倒な。そうだから夢物語を平気で語って足元をおろそかにするみたいなことをやっとうから、すごいですよね、本当になんか何にも分かってない、うんうん、だからやろうとしたことは分かるんですよ、うん、言葉の尻の一つ一つを汲み取っていくと、うん、まあ、ワールドワイドにしたい、はい、全県下に効果を訴求させていきたい、ファミリー層に、そうでファミリー層を取り込みたい、うん、いいことはものすごくよく分かるし一番正解なんですよね、うん、このイベントとしてしかも、まあ、アニメイベントとして裾野を広げるっていうのはものすごく正しいんだけども、うん、現状をしっかり守った上で、うん、プラスですよ、そう、そこをする。だからコア層が集まる水戸の徳島市で中心部、うん、そこに行きたくなるような外郭でのイベントをやって、うん、もっと知りたかったら市内へどうぞっていう形で言えばよかったのに、うん、ずっと歴史あるイベントやってますよと、うん、まあこれとあれですよね、単純に補助金断られたのを今までずっと隠しとったんで、うん、金が足りんけん民間でって言い出したんでしょ。だからその時点がね、うん、
あのバレたら隠す小学校の子供みたいなことじゃないですか。いや、まあ、そうですよ。で秋、ね、去年の秋にもうその要はその、ね、予算がつかんってなったら、うん、それこそ民間でってその時に実行委員会に通達してくれたら多分あのクラファンした集まったと思いますよ。自分もそう思う、うん、5,000〜6,000万、ひょっとして8,000万集まったかもしれないですよ、うんうん、今回はね、うん、永続的には難しいかもしれんけど、そうそう、とりあえずこの立て直しを図る間の一時のどないかする時間稼ぎはできたかもしれん、うん、いやほんまなんかあの返礼品次第ですけど、うんうんうん、ほんま4万の DVD ボックスを買うやつがこれだって何十万にもおるわけじゃないですか。はい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 、はい、ほらねえたやすいもんですよ、ね、そういうところを考えると今回失ったものは相当大きいぞ。もうねあの、まあ、ほらみんな頑張って元通りにしたいっていう人おると思うんですけど、うんうんうん、あんだけやっぱり一回切られたらもう一回こうよいしょって立ち上がる気力はもうないですよ、ね、でまあもう一つポイントはね一般の方との町遊び参加者との温度差っていうのがあって、うんうん、ですね。で今回の町遊びのイベントに対して、まあこのまあ、さっき言ったように8000万っていうリード分が 先走りしすぎて、はい、いやいやあんなアニメのイベントに年間8000万もっていう人もちろんおると思うし、はい、それをまあ情報としては真に受けてしまうも仕方ない。まあそうですね。ただ言わんしね、うん、であんなアニメのイベントという人もものすごいいらっしゃるのが事実、うん、あそうですね、うん、でもそれは一つ言いたいのは阿波踊りも徳島マラソンもあんな阿波踊りはとかあんな徳島マラソンやっていう人が絶対いるも間違いないから、まあまあまあほらほうですね。だからあの声が大きい人の意見に振り回されんでほしいなとは思ってて、ですからこの町遊びに対して積極的に遊びに行ってた人間ではないんだけども、はいはい、でも徳島市中心部があれだけの人が集まってにぎわってるのは旗から見るのは嬉しい、まあ、純粋に県民として、うんうんうん、って考えた時に8000万で10億12億15億の効果が出てるって考えた時に、ね、今の時代そんだけ出てんのだったら別にいいんじゃないのと個人的には思うわけですよ、うん、いや知事もね、まあ、3期構想を歌っとるわけじゃないですか、うんうん、ね、だからまあ最初のだって1年にね、うん、絶対めちゃくちゃ固い15億が入ってくるんですよ。まあそのうち税金でどんだけ返ってくるか知らんけど、15億を4年やったら60億ですよ。2期やったら120億、3期やったら180億ですよ。そのねお金の計算がね、それが元でなんぼでできるかって言ったら、文化庁の補助金をちゃんと取ったら1年につき4000万でできるんですよ。でもそれもね、うん、今まで積み重ねてきた熱量、うん、いわゆる人情ですよ、はい、人情で来てくれてる人がどんだけ多いかっていう、うんうん、あのこれ裏取りできてないんだけども、はい、どう考えても東京大阪でやった方が人も集まるし金も集まるんですよ。近藤さんも言うてますよこんなこと、うん、なぜこの徳島でってなったら、うん、人情ですよ、うん、これは近藤さんがやってきた約、うん20回目まで、うん、でそれ以降もマウさんが頑張って22回かまでか、はいはい、でその以降もマウさんがやってきたっていうと、うん、あと参加したレイヤーとか、はい、あといろんなイベントに参加した一般客とか、うん、あとグルメハントに協力した人たちの、うん、いわゆる熱量、そうですよね、もうにぎわいで、まあ、来てくれるのがやっぱ嬉しい、うん、そのお金だけじゃないところもありますからね、うん、っていうところを考えたらある種徳島らしい人情ゆえの盛り上がりっていうところをちょっと東京で長いおった時にちょっと軽んじたんじゃないの、あんさんっていう気はちょっとあるんよね。うん、そうですね、本当東京暮らしで忘れたかみたいな、よくあるよね。でも多くの人はね、東京10年行ってましたっていうやつがね、うん、久々に飲みよってね、飲んで1時間半もしたら泡弁がジャージャージョージョー出てくるっていうまあね、で考えたらね、やっぱり、うん、地元の人が知事になるっていうのがいいのかなと思うけど、いやちょっと待って、前の人そういや地元でなかったそうですね、そうですね、結局は理解があるかどうか、うん、そうですね、やっぱりその、まあ、少年の部分でどうだったかは知りませんけど、うん、旗から見るにうまいことやっぱりその歓迎しとる雰囲気は出してましたよ、うんうんうん、しゃべりもうまかったしね、うまかったし、まあね聞いてしまうからね、そうあの人はそうですよね、
だからまあそういうところも含めて、いやこの町遊びの中止は痛いぞっていう。いやもう本当ね、こう、まあ、困るというか、まあ、僕は全然町遊びほんま儲けてなかったんで、まあ、いいんですけど、原価率どう考えても4割超えてるもんね。そうですね、もうそのまま細かく計算するのはやめましたからね、うん、あの悪いけどこのいつぞやの時ね計算したらね、肌感覚でね俺 48% なんですよ。絶対リーないんですよ。ないですね。バイトのこの時給を聞いたら、当時で、はい、徳島県の平均時給より200円300円多かったんで。あ、まあそうですね、どう考えても利がないのに、あんだけ金出すけん、そのなんていうんですか、ニコニコして、どんなお宅にもニコニコしてあれですよ。そう、バイトいい子だったね。今でもなんかバイトにファンがついてますよ。あ、そうなんだ、うん、まあプチアイドルやね。そうそうそうです、ね、だけど、まあそういうところも含めて、あの県外から来るお宅の人の熱量と、うん、この人の良さと、うん、アニメ好きという一つで大きな輪になれる。そうですね、あの独特の空気感っていうのはね、うん、あの場所でね、うん、あんだけの広さ、その街中でやって、うんうんうん、本当その誰にはばかることもなく自分の好きを言えるわけじゃないですか、うんうん、あれってあれが、まあ例えばアニメイトの 前で一人だけがやっとったら、うん、周りの大多数の人が何あの人って、あのもうアニメバーン書いた T シャツとか着とったら、これ思う、白い目で見る人もおるかもわからんけど、これがもういっぱいおって、それが当たり前の空間でおれるっていうのは、あの人たちにとってはものすごい幸せな空間やと思いますよ、うん。一点言うとね、あのどこでも声が大きすぎるのはいかがなものかっていう、まあまあ、何人かいるけど、ね、うおーって言ってますもんね。ああいうこの TP をさえ守ってくれたらもうちょっとっていうのはあるけど、まあまあね、どの世界にもおりますからね。でもそれを差し引いたとしても、うん、やっぱりお金落としてくれる。そう、金はありますよ。ですごいですよね、もう惜しみませんもんね、うん。そういうところを踏まえた上で、マッチ遊びなと思うんですけど、今日になってもいろいろネタがいっぱい出てきまして。そうなんです。これね、もう本当追い切れない。僕が最初つっついたとこからすごいいっぱい、うん、その本当指揮者、はいはい、ネット指揮者みたいな人がすごい分析し始めて、はいうん、あ、こんなとこがつながってるみたいな話が。この資料ね。あ、そうですそうですそうです。これ多分ネットの広いもんなんであんまり出せないんですけど。万博のまあ結局パビリオンの中に町遊びを組み込むから観光庁の事業で観光庁の補助金を申請したんじゃないかって、うん、んで、はい、まあ、その作文が下手くそだったけん蹴られたっていうことでしょ。そうだから結局国はクールジャパン系列を継続してるわけだから、うん、アニメに関しては何らかの理解はあるはずなんです。あ、そうですね。だからそれに対してできなかったっていうのは落ち度です、ストレートに言うと。担当者のだって文化庁だったら通っとったんですよ、うん、ずっと前年を踏襲しとけば、うんうん、そう。でもう一つね、新聞です、徳島新聞の社説で。めっちゃ攻めてますよ。結構ね、きっちり、昨日はね、きっちりね、うん、どないかせよ、真摯に話し合えって言ったんですけど、うん、今日のね、名著はね、眼力と采配は全国中止であることを忘れなくっていう、なんかこう、褒めとんだか、けなしとんだか分からん終わり方にしとっていうね、うん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 、これ、うまい文章を、ね。まあね、すごい。だから眼力と采配。そう、まあ、冒頭が失言の多さは正解値っていうところが一番の肝かもしれない。いやまあね、うん、っていうところ。だから結局は町遊びっていうものに対して本当の意味で理解をしてなかったんだなっていうのが、する気もないんでしょ、そこに尽きると思うんです、うん、すごいなんかあの下に見てる感じ、下に見られてる感じがしますよ。でもね、一点ね、うん、近藤さんにボロクソに言われた人の恨み節がここで腹咲いたんじゃないのかっていう。ほらね、あの人本当にあの言いますからね、言葉遣いは荒いですから、ね、何言ってんの、そんなことできるわけないじゃないってこうズバッと言いますからね。もう ある種言葉尻的に、その多分始まったのが10年、うん、9年やから、多分一歩間違うたら録音してパワハラ報道を受けてもおかしくないような発言をしても聞いてます、うんうん、まあね、結構やっぱり厳しいですよ、言い方は。だけどそれが回り回った可能性もゼロではない。まあね、そのなんていうんですか、あの表裏一体なんですよ。まあまあね、うん、まあ私もね、各位私も今の社内で上の人に言われたことを一言一句覚えてますから、もういざとなったら逆に言って返してやろうって。あの言われてカチンときたんです、ほぼ覚えとんで。あ、そうなんです、
もう12年前の今 の, あのもう忘れましょう。言われたのを覚えてますもん。あ、本当ですか。あの時カッチェーンってきてもうむちゃくちゃ腹立った。まだ覚えてます。一言一句覚えてますから、ね、すっげえな。僕代表としてそうならんようにこう頑張ってる立場ですね。僕の上はいないんで。あ、そう、私の場合は上しかいない。そうそうそう。ただのあのヘッポコ平社員なんでね。上が何もおるんですけど、上に言われたことは今でも覚えてます。もう辞めた人間、当時上で今辞めた人間のことも一言一句勝ち抜いたも覚えてます。あれ思い出すたびにはぶん殴ってやるかなっていうぐらい気持ちになるんですけど、でもそういう人間もおるっていうことは、あ、まあまあね、回り回ってそう、あいつが作ったあれ壊したるってそうです、ね、なったっていうのを考えるとまあね、呪いですからね、うん、その本当にこう業を背負ってますからね、 その言葉は。だから結局だからネットもみんな気をつけないといけないんですよ。そうなんですよ。僕はそんななんかそんな叩かれるようなこと言うてないのになって思うんですけどね、うん、だから結構ねこれ普段はねこのチャンネルで映画紹介してるわけですよ、うん、はい、映画紹介でねこの映画見る価値なしとかこの映画ゴミとかいう発言の評価をしてる人がやっぱり一定数おるわけですけど、うんうん、いやそういう言葉っていずれ返ってくるよと。よくない、うん、別にね褒めろとは言わない、はいはい、面白くなかったっていうのもいいと思うし、うん、つまらなかったっていうのもいいと思うし、まあね、それに対してここここがこうだから面白くなかった、ここがこうだから僕には合わなかった、私には合わなかったは別に言ってもいいとは思うんだけども、この映画見る価値ないよみたいなことを平気で言うユーザーが一定数おるっていう。ご飯も一緒ですもんね。美味しいって言いながら食べた方がいい。まあね、いや口には合いませんでしたは分かるんですけど、食べる前から、ま、ね、まあね、まあそういうところで、あとそうそう、あとねボランティアスタッフのね友人がいましてね、はい、ちょっとどうなんっていうふうに聞いたらね、まあ前の知事が落選して予測される最悪のパターンになったなと、うん、あいうふうに言ってて、で業者を入れた運営になるとは思っていたので、まあ、驚きはせんよと。でただ夏の阿波踊り以外、あと春と秋に阿波踊りしようけども、うん、それ以外集客がない町遊びを潰すのはいかがなものかな、うん、でもともと近藤社長と県が、まあうん、まあ何らかの形で関わって始まったので、うん、結局県が始まりで県で終わらせたねっていう話、うん、まあね、もうその紐がついちゃうとねお金にね、うん、でまあ現知事が8000万の予算を別に企画して15億以上儲けてくれたらいいんじゃないのか、まあ、そうですね、単純にそういうことですよ。そうで、まあ、結局はサブカルとかに熱にある職員がいなくなったのが大きいだろうと思うという話もあって、で、近藤社長の脱税に関してはもう近藤社長が悪いんであって町遊びが悪いんではないよねっていう話は統一した見解で、うん、で結局にぎわい作り家の引き継ぎもどこまでできてたんだろうなっていう話もあったりとかして、で結局この町遊びをボロボロにした現知事とこの経済効果の実績を理解しなかったんじゃないのかなっていうところも含めて、まあ、アニメ町遊びの実行委員会の運営もちょっと変わったりしてて、その辺でうまいことつなぎ止めれんかったのも大きいかなと思うんだけども、とりあえずなくなったのは非常に残念ですねっていう話。これね、静かな怒りが伝わってきますよ。いや、俺的にはね、スピーのミキハがね地元で初めてライブできたのが美山三丁なんですよ、はいはい、やってましたね、行っとったんですよね、ガンダムの主題歌ですね、ビルトダイバーズのね、はい、でミキハが頑張ってしてるってことは、まあ個人的にも、まあ、松重出身で応援ますな、うん、でそこで出会ったのがレオナですよ、うん、ね、はい、とものすごいですよ、スピスピとレオナがワンセットでビザンで成就したわけですよ、はい、うんうん、5年前に、はい、5年前にね、そこからスピスピもレオナも追いかけたわけですよ、うんうん、スピスピのファンクラブの前見たこの前見たら1500日超えてましたよ、すごいですね。ね、っていうだからこのそれないわゆるアニオタではない、うん、ガンダムのオタだけどアニオタではない、うん、広角機動隊のオタだけどアニオタではない、はい、一緒に戦闘ってっていうのがあるんだけどでもアニメが好きなのは変わらない、はいはい、人が楽しめるレベルまで良くも悪くも裾野が広がってきたんですよね。まあね、理解はここ 2,3 年で、ね、はい、されてきたし、それがなくなるのがいかに心象的に辛いか。そうですね、これを共有したくて今日読んだ。あ、なるほどなるほど、ね、そうめん干してから来ましたよ僕。
あ、今日ね、うん、毎日作ってますX でね、あのそうめん作るっていうポストを見るのが楽しみで、はい、いや、ほんまですか、朝早くそうめん作るっていう、はい、あの目覚めたらこれがまず目に入るんで、あ、そうですか、おすすめに並んでくるんでね、あ、なるほどなるほど課金しますからね、ツイッターに、だけどそういうところも含めて、はい、まあでも、暴露ネタをどんだけ言うかって話してると、まあ、暴露ネタはほぼほぼなしとして、はい、もうこれは時間経過とともにいろいろ出てくるんですけどね、うん、そうですね、多分まあここからすごいそのヤババなネタも出てくるでしょうし、もうここからはちょっとその証拠に基づいて議会で多分追及されると思うんですよ、7月からプチの予算の執行については多分この来年度の7月ぐらいの、あの議会で多分精査される問題なんで、そこで多分ツッコミは入ると思いますね。あとはもうの今までのね実行委員会の人たちの、うん、まあ功績というか頑張りっていうのが無になるっていうのが非常に残念で、うん、しかも実行委員会って民間の人の集まりでしょ、うん、まあ実施、あ、そうですよ、うん、ただそれに対して県がね、うん、構成合わせっていうのがそもそもいいのかっていうところになると、うん、まあ民間の集まりだってほぼボランティアみたいなもん、そうそうそうです、あれは何か ただの集合団体になるんですか、まあ NPO 的なやつですよね、 あれ NPO 登録してる、はいはい、多分 NPO ということは純粋な民間組織、民間ですよ、はいはい、でも民間組織を県がやっていい、やったらあかんっていうのは介入、あ、そうなんですよ、あのね、そのこの間 その議会でも言ってますけど、うん、その専決事項みたいな感じで、うん、そのにぎわい作り課の課長が答弁してたんですけど、うん、その専決事項でやってええもんではないんですよ、当然ね、実行委員会に 許可を得て実行委員会の決裁がいるはずなんですよ、うん、まあ、ただその書類にはね決裁の判はついてあるらしいんやけど、うん、そしたらなんで去年の秋から協議できてないのに判があるんやっていう問題にもなってくるんですよね、おかしい話、おかしい話ですね。そもそも論で言うとね、うん、NPO 団体はないね、NPO 団体というか民間企業ですよ、はい、その民間です、非営利目的の民間企業ですよ、そうそうそう、はい、ただ民間企業がやってることに対して政府いわゆる県が、はい、お前らのやることをプロポーザルにするぞって勝手に言ってるわけでしょ、うん、無理ですよこれ、相当な民事介入ですよね、そうそうそう、議会で言われましたもん、これ、あ、言ってましたもんね、これ仕向けたん、仕向けたっていう、仕向けてるんじゃないのって県が、そうなんだ、うん、もうそれ仕向けてるんじゃないんですかって言って、うんうんうん、いやそんなことはってこうすごい歯切れが悪い答弁してましたね課長、いやでもどう考えても、うん、NPO 法人の活動を県が止めるっていうことになってますから、まあそうね、ものすごく短絡的に言うと、その方向性を、ね、うん、強引に変えてるんで、それで賠償問題になるよね普通は、まあ、どうなんだろう、どこで手打ちするんでしょうねちょっと僕も分からんですね、なんか変な話ね、 NPO とはいえ例えば県からね、うん、お前の商売やめろっていうようなもんじゃないですか、まあそうですそうですそうです、そうです、金取ってないのね、うん、お前らの商売ちょっと儲かっとうよ、やけんうちらがするけんお前らやめろって言ってるのもんでしょ、うん、これ大問題になって、うん、代理店に投げるからってね、これはね、これ全国ニュースのいわゆるゴールデンタイムのニュースに流れてもおかしくないね、そうですね、ほんま垂れ込みたいですねと思う、まあ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 、あ、ボランティア団体じゃなくて NPO なんだ、はい、なかなかね、いや、まあ、あのね、待ち合わせの1回目が NPO のホワイトベース、うん、いわゆる特進の方、はい、元特進、今となっては、ね、元か、はい、当時特進の方が立ち上げた NPO が絡んどったのは聞いたんですよ、うん、で徳島のイベントが絡んどったのも聞いとるし、はい、でその後にアスタムとか管理しようところの会社が絡んだりしたのは聞いてたので、はいはいはい、うん、ビエントね、でうん、今声かぶったけど、でもまあでもあの会社はほなといろんなところのね、うん、この委託事業してるんで、うん、町をそれからは離れて、あ、そうですね、でそんでその後実行委員会ができた、はい、で世間一般の実行委員会っていうのはまあ営利目的だけども、はい、NPO とはいえ民間団体でしょ、そうです民間です、ただのボランティア団体ではなかったでしょ、そうです、そこに、まあ、要は県が負担金としてお金を出して、その負担金の中で差配してその、まあ、いろんな、ね、うん、手配をしてたと、これはちょっとかなりの問題な気がするけどね、素人目から見てもね、まあね、やばいやばいネタですよ、ネタなんかなこれ、いや分からんかな、取り扱い注意ですよ、
どうなるかでもちょっと今後楽しみ、ね、いやこれ絶対でもね、ケンギさんがこの間突っ込んだっていうことはもうその、うん、そこを掘るつもり満々と思いますよ。あ、そうなんですか、はい、あ、議会で突っ込んだ、ね、そう議会でね。だけど素人の自分が気づくぐらいやけん議員は気づくわね。でも当然当然となると、まあ、いずれにしても町遊び春はな、さっそう、まあ、やるとは言ってるけど、あ、まあ、一部その、コミエスさんってあのコスプレの人が動いて、うんうん、そういうその町遊びという名前はつくかつかんか分からんけど、その商店街でちょっとこうコスプレができたり、今までせっかく来てくれてるからって言って商店街の人に協力してもらって開こうかっていう話は出てますね、うんうん、でもう僕はもう何て言うんですか、こんだけね、もう燃えちゃったんで、もうちょっとしばらくこう、まあ、3年後か7年後か11年後か分からんんですけど、それぐらいまではもうちょっとこう徳島の飲食はねその数字意味ないですよ、3711はね、まあ、意味ないですけど、まあ、ちょっともう控えとこうかなと、なんかこうね、何言われるか分からんしね。まあでも一応あの白滝製麺は通販で買えますんで。そうですね、東京の友人にはあのいつもお中元を。ありがとうございます、ありがとうございます。大人気で、いや、ほんまですか、大絶賛で、はい、頑張って作ります。太さと腰とたまらんというのでね、はい、あるんで、まあ多分言えん話はいっぱいあって、あえてピーが入れんでいいような話に今日は注視します。そうですね、なんかいっぱい用意はしてますけど、ちょっと、うん、まあでもでいずれ出てくると、多分これがねネットに上がる頃には出てくると思うんで、はい、多分このニュアンス、うん、言いたいけど黙ってるニュアンスは分かってくれたらなと、うん、そうですね、まあ、もう見てる人はねもっとね暴露話してしろしろっていう期待しとるかもしれんけどまあね、そのね、どっかからツッコミが入るかも分からんので、まあ、正しくないことを言う気はないっていうことで、ね、そうですね、うん、あくまで、ここまでに至る流れを話をしたと、事実関係の精査です、はい、で一応町遊びはなんか4000万台言うたけど、青鳥1000万と言うたけど、まあ、徳島市主催で徳島市が5000万出した、ね、そうなんですよ。でネーミングであると、あと、国からの交付金があったんで、うん、県が4000万まるまる出したわけではなかったっていう、あの後付けで出てくるといういっぱいねこんななんか恥ずかしい、もうねこの辺はもうね資料まとめてきたけど、ね、まあだいぶあれとして結局自分の都合のええようにね、そう言ってるだけです。だからね、あの無条件にね町遊び復活させろっていうのも違うし、無条件に県は何しとんだって怒るのも違うんだけども、一つ一つふあの紐解いていくとね、いろいろね突っ込みどころは出てくる。データがね、データのその正確性に欠けてますよね、うんうん、そのすごい、あのそうそう一つの面でしか多分発表されてないん でやっぱりね問題なのはね、さっき言ったこの NPO 団体の行動に徳島県がお前らやめろっていうのも大問題と思うんだけど、それ以前にねこれ27日に出てきたのがね、町遊び主催の、ま、アニメ祭り実行委員会、まあ、あの町遊びの、うん、町遊び実行委員会に方向変更を伝えていないっていうこれでも方針変更をだから実行委員会の許可なくやったっていうことでしょ。そうだから民間がやるべきことを県が勝手に、うん、お前らお前次からすなよって伝えてないのに、どうやって決裁の判もろたんでしょう ね実行委員会のね、多分予備の判子がどっかから富永さんあれかな、もう寝よったんかな、なんかもしくはあの勝手に作ったとかね、よくあのあテレビドラマで ね部長のハンコを勝手に使って、うん、あの文書偽造してから予算取ったみたいなドラマがあったりしました、ね、あと、まあ、徳島新聞に来たいということで、そうですね、なんか最近ちょっとあのあれですよ、ネットにしっかり記事を、うん、今までだったらほんま1文ぐらいしか載せてくれるのに、しっかり記事を読ませるとこまで見せてくれよるけん、しかも川柳までそう割と燃やす気満々やなと思って、だからそういう意味で言うとなんかジャーナリズム的には結構まともというか普通のことしてくれてるなっていう気はするので、ちょっと期待してるという、そうですね、まあ、今後あの白滝製麺の X も期待してます。いやもうほんまもうええですわねえあれね、まあ一概の流れを最後までまとめ一言だけ、そうですね、もうただまあ僕的には本当町遊び終わってほしくないですけど、全然違うものになっていくのも間違いないんで、まあね焼け野原ですけど、まあここからまたちょっと一つずつ民間で今度こそね、公金に頼らない形でみんなで作り上げていく何かができたら、まあその時はね3年後か7年後かね11年後分からんけども協力させてもらいますんで、できたら3年後がええな。まあ、今の知事が次いやいやほんなこんなそうめっそうもないこんな話してないです。あの3年後には近所選挙ありますから。あ、ほん、あ、そうなんですね。そう、県民が何を選ぶかは県民次第。僕好きな素数を言うただけです。あ、そうなんですね。はい、あ、てっきり選挙後かな思って思った、はい、いえいえいえ、ね、まあ、あと
次お姉ちゃんですっぱ抜かれるんだけはやめてね。これはね怖いですね。もう国会議員時代に2回すっぱ抜かれとんで、まあ、県知事になってすっぱ抜かれるんがいきなり地元で知り合いのお姉ちゃんとかなったら腹抱えて笑うか腹抱えて怒るかのどっちかやと思うんですけど、うん、まあ、そういうことないように少子になる。そうですね、はい、少子はもう本当ダメです、ね、本当にあの隠れてするのはいくらでもいいんですけど、一応立場をわきまえてくれと。バレんかったらね、バレんかったらですよ。そう、あのバレんかったらね、この本人同士の関係ってなんでどうぞご好きにって感じなんですけど、ただ基本的に立場考えてほしいなっていう。バレたらね県民全員に迷惑かかりますから。そうそうそう、あ、県政止めてくれるなというところはあるので、はいはい、まあ、そういった部分も含めて、あの可能であればまたチャンスがあれば第2弾。いやもうねもう平穏に行きたいだけですよ僕は。あ、私は純粋にアニメ好きの子がニコニコしながらあの水際公園を歩いてるのが見えるんでもう幸せ。そうですね、もうね、公園で、ね、座ってるおじいちゃんおばあちゃんが子供がはしゃぎマートン見て喜んどんがこのすごくよくわかる今、うんうんうん、なんかニコニコ若い子がニコニコしてね楽しそうにね歩きを見るんが嬉しい。パワーもらえるわっていうおばあちゃんと一緒ですね。そうそうそう、そっちの世界にも形突っ込むんで、うんうんうん、はい、だけどああいう若い子が元気になるイベントは潰してほしくないなっていうのが本音、うんうん、はい、ですこと。まあそういった分またいろいろメッセージはない、はい、そうですね、やり取りして、はい、はい、ということで今回あのアネックス中のアネックスですけど、はい、そうめんまんこと、はい、堀岡君に来ていただきました。製麺業者です、はい、ありがとうございます、はい、あの一応リンク先、品崎製麺のリンク先後で貼っておきますので、ありがとうございます、はい、ということで今日はありがとうございました、はい、ありがとうございました。